はい、本日は10月の22日金曜日です。本日も新聞コラムの音読を行います。本日の新聞コラム産経明の表題は次のように決めました。日本はまだ鎖国。音読します。居酒屋にも飲んべえにも朗報である。首都圏や大阪府で実施されてきた飲食店への営業時間の短縮要請が今月25日から解除される。新型コロナウイルスの感染者の数が急速に減少したのに伴い、社会は通常の営みを取り戻しつつある。とはいえまだ規制は残る。外国人の入国制限もその一つだ。例えば留学生の場合、新規に入国が認められているのは一部の国費留学生に限られる。つまり留学生のほとんどを占める私費の学生は日本の大学に入学しても自国に残ったままオンラインで授業を受けるしかない。 NHK のニュース番組が先月末、日本に憧れるスペイン人女性の苦悩を伝えていた。現在22歳のジョナアン・グバウさんは、子供の頃から日本のアニメやアイドルに親しんできた。大学を卒業して日本でファッションの仕事をする夢を叶えるべく語学学校への入学を決める。ところが入国できないと告げられ、やむなく現在はソウルの大学で韓国語を学んでいる。留学生の新規の入国を原則認めていないのは先進国(G7) の中で日本だけだ。そのためグバウさんのように留学先を日本から他国に振り返る事例が続出している。危機感を募らせた国立大学協会と日本私立大学連盟は、留学生の入国緩和の文部科学省などに要請している。ただし政府の反応は鈍いままだ。世界からどのように見られているのか。日本人は外国人に比べてことさら気にする癖があると言われる。先日亡くなった世界的なソプラノ歌手エディタ・グルーベローバーさんの記事でも親日家の一面が強調されていた。このまま鎖国を続けていけば、グバウさんのような親日家の予備軍であってもそっぽを向くようになるだろう。令和3年10月22日金曜日、産経明の音読を終わります。私の私費の学生はまだ入学が認められてないということです。お役所仕事がここで今出ております。次は尖閣情勢を見てまいります。Thank you.
領海に侵入していますね。昨日は領海侵入を犯しています。日本の漁船が操業に入ったからでしょうか。以上です。本日もありがとうございました。またね。